岡本幸夫は、日本の外交評論家、実業家、元外交官、内閣総理大臣補佐官、内閣官房参与、内閣総理大臣外交顧問等を経て、マサチューセッツ工科、大学国際研究センターシニアフェロー、立命館大学客員教授、青山学院大学特別招平教授、神奈川県生まれ、鎌倉市及び、藤沢市で育つ、 父親は農林省職員で、父親の仕事の関係で、中学時代2年間マレーシアの首都クアラルンプールに滞在した。神奈川県立湘南高等学校を経て、1968年に一橋大学経済学部を卒業し、外務省入省。外務省同期に東郷和彦、まぶちムツオラがいる。在アメリカ合衆国日本国大使館参事官。 北米局安全保障課長、同北米第一課長など日米外交の有力ポストを歴任し、将来を職望される存在だったが、1991年に退官した。管理職となって現場に関われなくなることに不満があったという。なお、退官時の外務事務次官は、栗山翔一、ナンバー2の外務審議官は、小和田久と渡辺孝二。 外務省退官後はコンサルタント会社、岡本アソシエーツを経営しながら、産経新聞の提言コラム、正論欄の正論メンバーとしてに定期的に執筆。2019年6月ホルムズ、海峡単価攻撃事件では、翌7月、自国の船は自分で守れと題して、今度こそ自分の力で自国民を守るという課題に、 正面から向き合う時だろうと気候するなどなど、新米派の外交評論家として活動した。また、第一次橋本内閣、第二次橋本内閣で、内閣総理大臣補佐官、小渕内閣で、科学技術長さんよ、第一次小泉内閣で、内閣官房さんよ、第二次小泉内閣で、内閣総理大臣補佐官、第三次小泉内閣で、 内閣総理大臣外交顧問、福田康夫内閣で外交政策勉強会メンバーを務める、党、政府要職も数多く歴任している。特に橋本内閣においては、沖縄問題担当として60回以上にわたり、沖縄入りして、現地との信頼関係を築きながら、普天間基地の変換、代替地説問題や沖縄振興策策定の最前線で活動したとされる。 2009年12月には、鳩山幸男内閣の普天間基地移設問題への対応で日米関係が悪化する中、鳩山幸男首相と総理大臣官邸で面会。地米派の岡本が個人的な立場から外交面で協力するとの合意をしたと報じられた。実業家としては、2000年に梅田望夫及びインド人、アメリカ人と4人で、 シリコンバレーのパロアルトにベンチャーキャピタル、パシフィカファンドを設立し、IT ベンチャーを支援。このほかアサヒビール取締役、三菱自動車監査役、三菱マテリアル取締役、日本優先取締役、NTT データ取締役等も歴任する。2002年9月からは、立命館大学客員教授として、更新を指導。2005年立命館大学に、 国際社会で活躍する人材養成特別プログラムを立ち上げ、同じく元外務省の三宅、国彦立命館大学客員教授とともに、スーパーバイザーを務め、外交官や国家公務員、他国籍企業など難関進路を志望で、成績優秀な学生を選抜。講義やゼミナール指導、岡本幸雄小学金による海外研修などを実施している。2012年、 NPO 法人新現役ネット理事長などの職を退任し、都米マサチューセッツ工科大学国際研究センターシニアフェローに就任。2018年青山学院大学特別招聘教授の称号を受けた。2020年4月24日に新型コロナウイルス感染症のため死去し5月7日に報じられた。74歳だった。 死没日をもって、聖後位ジョイ、朝日中受賞追贈。マイケル・グリーン、カート・キャンベル、リチャード・アーミテージなどから追悼の言葉が寄せられた。三兄弟の次男で、三人とも、家のすぐそばだった、湘南高校に進学。自分は、栄光学園に入る秀才タイプでもなく、ましてや慶応のお坊ちゃんでもないと言い、湘南は自由で、ととも組まず、そこには惹かれたかも。 ただし、卒業後に兄は、東京大学から、三井物産に、弟も、東大から米国ニューヨークの国際弁護士になった。岡本一人だけ、一橋大に進学した理由について、湘南高で、部活動のサッカーに熱中して成績が下がった、ためとしており、サッカー部も、両親から忠告され高2の秋に退部した。悔やみました。人生最大の敗北で、 不甲斐なくてね、その後、毎日家から海岸まで夜走ったといい、高校時代に足腰を鍛えたおかげか、今でも健康ですよと、月刊詩ウェッジのインタビューに語っている。湘南高の同級生、近藤誠一も外交官となり、同窓の先輩の石原慎太郎とよく飲みに行った。後年石原は、 公認の都知事に岡本をしたが辞退され、一橋大教授にも推薦したが、これも叶わなかった。後輩で国際政治学者の三浦竜霊について、活躍は嬉しいですね。僕も新聞の対談で知り合って応援しなくちゃって。なお、一橋大でヨット部に入っているが、湘南ボーイって呼ばれるのは嫌いでね。底抜けに明るくなれないんですよ。 一橋大では、ゼミの同期に、鈴木則彦が、同級生に三平、敏夫岡本武氏がいる。外務省では、1990年の湾岸戦争の、際に、北米一課長として、米軍艦船の寄港を拒む、港湾関係、中東への輸送をしぶる、航空会社と直談、自家判班、広骨館の外交官で、青年将校とも呼ばれた。 テレビ討論番組や新聞座談会で一緒に議論することが多く、同じ産経新聞の正論メンバーで、一橋大の同窓生の吉崎達彦によると、岡本はとにかく気さくで、一緒にいるだけで楽しくなる人柄。一橋大の同窓会、女水会の講演会で、外務省時代の岡本が講演で、出張時のエピソードを披露。 皇太子のお飛候補報道が加熱していた頃で、オーストラリアの空港で、日本人観光客の女性陣に囲まれた岡本が、はて、俺はそんなに有名人だったかな、と思ったら、彼らのお目当ては、自分ではなくて、部下の大和田雅子だったと、つかみのジョークで、聴衆を瞬時に難解な外交の話題に引き込んだ。コーナン合わせ持つ岡本について、 発言することではなく、行動することが、まこっちの外交官で、存在そのものが、日本外交の重しと分析している。なお、岡本は退官後の2002年には、政治家には、介入を許し、お金の使い方はルーズ、そして、特権意識過剰な外務省について、今こそ外務省に競争原理を導入せよと題して、提言した。ほか、外交評論家、 岡本幸男が生前に手がけていた書の小説、フォト小説ハンスとジョージ永遠の海へ観光。PR タイムズ2021年2月15日、閲覧。岡本幸男90年代の証言、岡本幸男氏、容大急変で帰らぬ人に、正論メンバーで、検筆小説にもチャレンジ産経新聞2020年5月8日、自国の船は自分で守れ死去した。 岡本幸雄式交際系、産経新聞、2020年5月9日、サイト2010年5月号なぜ日本は、普天間問題を解けないのか、日米関係の深刻さにやっと気づいた首相、外交ブレーン交代を模索産経新聞2009年12月22日、2004年度、岡本幸雄奨学金、研究奨学金授与式を挙行立命館大学。 オーナーズプログラム立命館大学 AB、岡本幸雄氏に、青山学院大学特別招聘教授の称号、贈呈青山学院大学外交評論家の、岡本幸雄氏が死去新型コロナウイルスに感染、NHK、2020年5月7日元首相、補佐官、岡本幸雄氏が死去新型コロナに、感染東京新聞、2020年5月7日、ジョイ、除訓10ページ。 国立印刷局。2020年6月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年6月2日閲覧。人間力で培った、人脈毎日派、岡本幸男氏を追悼 AB 岡本幸男湘南高校での、文武両道と屈折の青春時代、鈴木隆介月刊集エッジ、2020年2月7日コロナで、 死去の岡本幸雄氏に、石原慎太郎氏が後継者として、と知事選出馬を打診していた。やってくれないかと言ったけど、断られてしまった2020年5月9日8時、霊粉スポーツ放置、大学クラブ、敬愛大創立50周年記念式典を、開催卒業生ら220人が祝う毎日、新聞2016年11月28日、後輩の死、 外務省幹部に激怒限界挑んだ、岡本幸男さん朝日新聞2020年5月9日。韓米の不規則発言、吉崎達彦のため池通信サイト、韓米の不規則発言コーナー2020年5月8日、インタビュー、岡本幸男月刊司法サイト2002年5月号、役員の移動について株式会社、NTT データ正式名称。 20世紀を振り返り21世紀の世界秩序と日本の役割を構想するための有識者、懇談会、構成員、PDF 首相官邸、外交評論家の岡本幸雄さん死去、コロナウイルス感染、日刊スポーツ、2020年10月29日閲覧、ありがとうございます。